はい、くんひろです。新素晴らしいこの世界、早速プレイしていこうと思います。そしてこれは体験版ではなく7月27日今発売したものです。それでは皆様、乾杯の準備よろしいでしょうか。それでは皆様、乾杯。あ、これキリン堂の新しいやつだ。おお、うまそう。うめえ。ではニューゲームいきましょうか。お、え、ニックのヘッドホンじゃん。俺さ、事前知識としてあんまり調べてきてないんですけど、一応俺は旧作素晴らしいこの世界、まあ1というか1はやりました。おお、ネックの装備だよ。でネックは出ないんだよね。ちょっとその辺も全然分かってないんだけど、伝説のハーフパンツ、なんかもうネックが伝説になってんのか。へえ、あー、これ全部一式手に入ってた感じかな。てかさ、レモンサワー飲んでるからよだれがすげえ出る。よだれ、お、ムービームービームービー。どういうこと、どういうこと、どういうこと。渋谷が消滅すると、そういうことの夢を見たということですね。私たちは夢を見やして、なんか 3D になってね。ちょっと待って、なんか立体的になってねえか。渋谷なのは変わんねえ。めちゃめちゃ立体的になってる。うわ、リア充だ、バカしろお前。あ、イケメン現る。またキャラデータとかも同じ人なのかな。さあどうなる。声はないんだよね多分ね。スクランブル、いつものとこで。オッケー。あ、なんか FF の待って、 FF じゃね。この猫なんだ、こんな猫なんだ。フレットっていう子に送ってんのかな。時間過ぎてる、どこ、ごめんなさい。絵文字で送ってきてくれてる子が、まあ、ヨシュア的ポジションとかかな。買い物してた、マルシ前、マルシ、あー、あの109だっけ、マルシ。何この顎がケツになってるスタンプ。何何何何何、お前らリア充だよなこれ。おいおい、リア充じゃねえか。男と男のリア充じゃねえかこれ。あーべ、 PS を蹴っちゃった、間違えて。足元に PS 置いてて。はい、マルシ104ね。あー、誰だろう声。奏でリンド、リンド聞いたことあるか。やべえ、前作のボスとかの名前でさ、リンドなんていなかったっけ。いないか。やべえ、ちょっと記憶が浅いわ、ごめん。ちょっとその辺も思い出しながらいきます。で、明らかに進化してんのはこれだね。おー、なんかすごい今時っぽい。今時のゲームになってるわ。いいね、軽やか軽やか軽やか。とりあえず進行してみよう。で、パート1とか、まあその辺とかはですね、ゆっくりとカットとかもほぼせずにいきたいと思います。まあゲームがどういう感じなのかなとかも知りたいしね、まあ、みんなも知りたいし俺も知りたいから、まあとりあえず普通にこうマップを移動して。おー、なんか全体的にちょっとブラッシュアップされてるね。はい、来ました、マルシー。え、ボイスついてる、スワローさん、ポケコヨ、ポケコヨ、スワローさんっていう人。あ、これなんか怪しいぞ、この人すごく怪しいぞ。スワロー、ツバメのアイコン、これさ前作でいうあのおっちゃん的なポジションじゃない。ねえ、なんか装備屋みたいなおっちゃんいたじゃん、そういうポジションじゃない。テスト上げで疲れてんのかな。こっちも今情報探してます。情報あったら教えますね。あ、ちょっと違うかな、探偵みたいな感じかな。いや、こうやってね、いろいろ予測しながら進んでいくのがすげえ俺好きなんだよ。だから初見の醍醐味ってね、ここにあるんですよね。だからコレクサイドも見ないし、事前知識も得れてないっていう。で、アニメは一応、まあ、最終話は見ました。でもそこまで変わったストーリーではなかったというか、まあ復讐みたいな。このスバ、このスバじゃない、このスバは別のアニメだよ。スバセカのね、ストーリーを復習できたみたいな感じかな。はい、でまあね、ストーリー気になる人は、おお、リンダ、前作のストーリー気になる人は、会えた会えた、見てくださいね、俺の再生リストから過去作を。で、やっぱ喋ってくれるんだな。ブレッド声でか。悪いな、どうしても買いたいものあって並んでたんだわ。へえ、気になる、なる、いや、もっと気にしてみようよ。じゃあ服？うん、違うね。うん、もっと気にしようか。じゃあなんだよ、
リンドウの分もある。ん、食い物？お、死神バージ出た。何それ、流行ってんの知んない？学校でもつけてるやついるじゃん。そうだっけ？そうだよ、欲しかったんだわ。あ、いや、最初は見るだけって思ってたんだけど、見たら買ってた。お金大切にな。いや違うってリンドウ、これは価値あるやつ。すっげー並んだんだから。おい、リンドウの分。うわ、始まるよ。始まりますよ、これは。あれ、おい、なんだよ、落とすなって。お前のせいだよ。あ、すいません。ったく、これが死神バッジね。ってなわけで、なんか腹減らね。飯？うん、行く？どっちでも。じゃあ行こう。どこにすっかな、ラーメンかカレー。ま、道玄坂の方行ってみようぜ。え、これさ、主人公の声、空。もしかして空っすか？ねえ、なんか似てる気がしてきた。やべえ、顔が似てる気がしてきた。え、空だじゃねえ、これ空。いや、こういうところもね、面白いんですよね。声優を考え、なんつうの、予想しながら進んでいくっていう、ね、声優当てゲームが俺の中でもう始まってますから。え、どこ、どっちどっちどっち、俺わかんねえ、渋谷の人じゃねえからわかんねえんだよ。向こう入れなかったよね今。あ、でも書いてあるわ。あ、行けた。さあ、この辺に過去作ではなんかすごいとかあったよね、店みたいなやつ。あ、ねえ、ライブハウスだ。うん、ライブ、わ、懐かしいな。ライブハウスでコウモリみたいなボス戦った気がする。ラーメンならすぐそこ。そうそう、インドカレー。あ、どっちかか。むむむ、どっちにしよう。俺はごめんな、迷わずラーメンなんだよ。圧倒的ラーメンなんだよな俺。カレーかラーメンって言ったらラーメンなんだよ。払ってるし、なんかつけよっかな。ラーメンにしよう。いや、ラーメンもう一択。俺これリアルの選択でいきますよ。ああ、ゲーム内のその忖度の選あれじゃなくて、俺リアルの忖度、忖度のつくか合ってるか。まず何を忖度しようんだって。こんにちは。お、醤油ラーメンか。俺豚骨が好きなんだよな。あっち、あ、なんか来ましたね、スワローさん。かっこいいな。なんのこれ、リス、中国製のリスみたいに出てきた。なんのこれ、こよこよじゃないけどゲットしました。こよこよ、ねえ、ん、なツイーター。ああ、ツイッターなのかナッツを食べるイーターなのかどっちかわかんないけど、おめでとう。よかったじゃん。どこで今、渋谷なんですが、スクランブル交差点。あ、モンスター的な。スワローさん、渋谷今近くにいる俺。リンちゃん、うん、おう、ポケコヨのフレンド。あー、ポケモン GO 的な。そっち的な。あ、そういうオマージュ的ななんかですか。いや、そうだよな、これ任天堂のゲームじゃねえからな。ポケモンって言えねえから、ポケコヨなんだ。ほーん、召喚獣探すアプリ結構面白いの。あ、もしかして FF とかけてんの。近くにいるんだ。うん、いや、でもポケモン GO っぽいな。これおい、スクエニさんでしょこのゲーム作ってんの。ちょっとなんか、それはスクエニのなんか代表ゲームみたいなの入れなよねえ。おお、ポケコヨってポケモン GO だろ、まさにこれ。別に、とりあえずそこ行こうか。またラーメン食ってる、食ったのか。いや、食ったんだね。で、おうち、あ、今これは自分たちがまだ死神ではないですよっていうアピールですね。あのね、なんだっけな、リアルグラウンドとアンダーグラウンドだっけっていう、そのなんか世界があるんだよね。で、下の方だとすれ違った、当たっても体がこうポンってなんないんだよね。ね、そうだよね。ああ。だからこれはまだ生身の人間だってこと。はあ、ってことだよね、これね。多分そういうことは伏線だと思うよ。はい、では行きましょう。の、この人、絶対そうじゃん。うわー、盛り上がってきたねー。やべえ、もうテンション上がってるわ。ごめんごめん、騒がしくて。いや、もうどうしちゃってね、ゲームやってると楽しくてテンション上がっちゃうんですよね。さあさあ、ポケコ用のナッツイーターをあれしに行きましょうよ。どこだどこだどこだ、ここかな、この辺にいるのかな。あ、この辺にどっかにスワローさんがいるってことか。お、ってか待って、女子高生のパンツ見えそうでね。このアングル絶対そうでしょ。ほらほらほら、こんな女子高生の集会、今思ったらこれ女子高生の集会じゃねえか。
やっほい、イケメンに生まれ変わりてえぜ。でもイケメンに生まれ変わっても俺は多分やってること変わんねえと思うからな。結局顔とかじゃねえんだよな、性格。ここから探すの厳しいか。お、すげえ、ムービーまたこんなリアル。まあ、無理でも。なんかあれだね、 3D アニメの感じしてんな。あ、え、あ、これオープニングのやつだ。なんだよ、一体。夢じゃねえ。上、リンド、どうしたん。うわ、フレットがやべえってことか。今のなんだった。うわ、なんか爆発した。なんかイベントやってる、見に行こうぜリンド。待てってフレット。やべ、フレットの声がヒロアカにいる。俺の中でフレットの声がヒロアカにいるぞ。これ僕のヒーローアカデミアにいる声だ。誰だ。あ、雷電気だ。うわ、すっげー、映画の撮影的な雷電気だ。だっけこういうの、超能力出す人。あー、俺なんだっけ。気になる、思い出せ。サイキッカー。あ、サイキッカー、それだわ。てかフレット、なんで誰も気にしてないんだろう。あれ、もしかしてみんな関係者。フレット、これ危険じゃね。なんかね、俺も思ってたわ。ごきげんよう、渋谷の民よ、愛しき民たちに告ぐ。これ本気やばいやばい、逃げろ。新しいゲームが始まった。待て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 、フレット上、同じだ。来た、これさっきの。でもいや違う、フレットだけ死神なん、死神ってかあっちなんだよ。うわー、嘘だろフレット。おいおい、わかんねえわかんねえ、急展開。なんだこれ。うっ、うわー、何。え、渋谷の民よ、愛しき民たちに戻った。これ本気やばいやばい、フレット逃げろ。そっちじゃない。あ、新しいゲームが始まった。何なんだ、何なんだこれ。あ、わかんねえ。お、なんか変わってる、ね、服気のせいか。いやー、始まりましたねー。はい、ということで今日推しが尊い。どんな子だこの子、オタクがいんのか。 It's my friend。 わ、うん、イエーアプレイ、おい、レイ。え、この曲著作権大丈夫か。いやー、ちょっとストーリーがまた気になる感じで始まりましたね。シキニャンポジションなのかなこの子は。今の推しが尊い子は、今の段階での俺の考察ね。まず前作っていうのはヨシオがまあコンポーザーっていう立ち位置だったじゃないですか、確か。で、あ、あ、今のやつ見たことあんな。あれ、シキニャン、シキニャンじゃね。あ、待って、このおっさん、あ、違うか。いやいやいや、もう情報量多すぎ、情報量。マフマフさんじゃないですかこれ。ちょっとボカロ P アーティストのボカマフマフさんじゃないですか、今似てたぞ。でこれね、ロクサスっぽさあるね、空っていうよりは。でこいつは今回のラスボス的な存在だけども、多分そう甘くはないと。
で、この子も前作にいたような気がするけど、で、みんな仲間になりそうだね、この辺は。うん、間違いない、仲間になるわ。いや、ロクサス州半端ねえな、おい、これ。ないないない、もうラスボスネタバレしてない、これ大丈夫てか、ヘビーメタルだな頭ガチ振りせなかやつやん。はい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 。かっけえ、かっけえぜこの始まり方。今の段階での俺の情報じゃあちょっとまとめたいんですけども、オートで進んじゃうんでね。さっきの何、新しいゲーム体験会？ちょっと待ってね。そんな情報あったっけ？今更新しい能力者？お、本気めんどくさ。かなでリンド、フレサワ東西。こんにちは。誰？死神、桜根翔か。桜根？能力使ったでしょ、うん、だから能力者の登録に来たの。は？能力？登録って何の？死神のゲーム RNS アップデート完了したね。はい、死神 SNS にようこそ。ようこそ。死神 SNS？ ミッションは死神アカウントで通知されるから。死神アカウント？そうよ。はい、これバッチなんで。やべ、バッチかわいいあ、懐かしいバッチ。それ使ってポイント貯めてゲームを勝ち進んでってください。ポイントって何？ゲームって何？はい、質問はお帰りどうぞ。私も帰るし、他の参加者とか死神とかその辺に聞いてみて。じゃあさようなら、バイ。うわー、かわいい。やべ、俺タイプだ、あの子タイプすぎ。キトちゃんじゃない、しかも声。死神とか言ってたかも。死神ゲームとか。ああ、なんかヤバい子だったのかな。さっきのイベントもこのゲームなのか。なんだろう今。スワローだよ。いや、どう考えた今のスワローだよね。あの形、ツバメの形してなかった？アイコンの形してたよね。今の女の子すげえタイプなんだけど、俺最近さ、地雷メイクっていうの流行ってんじゃん。俺あれメイク大好きなんだよね俺地雷メイク大好きなんだよねいやもうね、 RNS ってのが死神 SNS でね、地雷メイクの女の子を見るのが日課なんすよ。リパーニングシステム。 SNS が変になってる。アカウントもチームとか。なんだろこれ、作っとく？てか連絡可能ユーザーお前だけじゃん。あー、まったく不明。なんかでけえの来た。お前らが死んがうか？オーケー、ど素人だな。こう、なに？なんだよ。なんすか？お前ら新チームを作りやがったか。は？どういうこと？ベテランチームの世話になってりゃいいかもなんねえで済んだもんを。え？再開キープからの消滅。ってのが妥当なとこだね。なるほどなるほど、順位があるわけだな待って、だからなんなん。俺は鈴木海地。お、重要人物なのか。モブからやと思ったけど。鈴木地って覚えとけ。鈴木地、最強チームルーインのメンバーだ。最強チーム、それはつまり死神ゲームのってこと？いやいや、何それ死神って。けっ、本当になんも分かってんねえ。完全終了まで時間の問題だな。
まあいい、いいだろう。絡んでやんのはもっと後だ。それよか。わい坊主ども、生き残りたきゃまずはこいつらノイズを倒してみろや。チュートリアルがなんかいんの。スキャンの砂地も知らねえか。集中すんだよ、精神の統一だ。目閉じて気配を探る。うわ、なんだこれ。おお。で、さあ始まったぜ。チームメンバー以外は苦労、みんな敵だ。だが奴らを真っ白に消してやるよ。お前らの勝ち。 A minute to learn, a lifetime to master。 何？さあ覚えんのに1分、極めんのは1勝。少しはゲームを盛り上げろよ。つまんねえ手打ちやがったら盤面叩きはかんな。が盤面って何？にゃはははしゃあ戦うだ。お前理解した？わかるわけない。とりあえず戦うべ。お前が死神バッチとか言ってっから。本当だよね。何が始まったんだよ。あいつスキャンって言ってた。でノイズを倒すんだっけ。面白そうじゃん。やってみよう。マジか。いやー、じゃあ一回スキャンして倒した後に俺の考察を喋ろうか。ちょ、俺の考察ね、本当はもうその場で思った時に喋りたいんだけども、なかなかね、ゲームってそうもいかないんだよね。スキャン、どうやってすんだっけ。はい、スキャン、ブイ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 ン。あれ、スキャンできない？あ、その場か。L1 でスキャン。考え。ん？ L1 押したけどできねえんだか。ちょっと待って。あ、これか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 、オッケーオッケーオッケー。はい、ピヨン。バトル開始。なんか前作とスキャンの感じが違うのかな？あ、でさ、今作今俺 PS4 でやってんだけど、前作さ、めっちゃ大変だったの。スイッチだって。確かスイッチやってたよね。めっちゃ大変だったの。もともと 3DS かなんかのソフトで、DS かな。だからタッチペンでやれるって前提で操作下がったんだよね。でも今回は、もうこのコントローラーだから多分俺激うまだよ。前回クソ下手だったけどね。俺多分激うまだと思います。待って、読まして。左スティック移動、右スティックで攻撃対象の変更、OK、ロックオンね。で、あ、キングダムハーツじゃん、これ。いや、これキングダムハーツじゃん、この戦闘スタイル。え、俺じゃあもうバリバリうまいっすよ。プロだよ、プロ。プロゲーマーになる。俺はプロゲーマーになる。はい、三角。あ、なに、連打できるの。あー、いいね、いいね、いいね。あー、わかりました。はい、遠くから撃つ。はい、あ、もう余裕。あ、なるほど。一人二役じゃなくて、なんつうの、このバッチによってキャラが違うと。はい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 。で、一緒に殴ることもできる。おお、すげえ。おらで、クールタイムがある。だから一緒に殴り続けると一定時間同じクールタイムができちゃうので、ここはバランスよく殴っていくのがいいのかもしれないね。ただシンクロ率ってのもあるから、それが気になるところ。前回はシンクロ率で必殺技みたいなのがあったはず。やばかったな。いや、いいね、この戦闘スタイル。結構いい感じかもしれない。前作ほんと難しかったからね。なんだ、やれちゃったね。まあ要は自分たちもサイキッカーになってることに気づいてないと。サイキッカーっていうのかな、この能力者だよね。で、俺が気になるのは死神になったタイミングなんだよね。その主人公は一回ぶつかれたじゃないですか。あの段階ではなってなかったはず。ただこっちの俺の、フレット君はなってた気がするんだよね、俺の中では。死神ゲーム、はい、死神 SNS、 死神アカウント、ミッション、これか。ミッションどんな感じ？でさ、前作はさ、手にこうタイムリミット書いてあって、なんかそれがなんかあったじゃん。でも今回そういうのないよね。サイキックを使い標的を討伐、中堅の元から指示を受け取れ。うん、8項か。やり遂げた者にシルベの道が開ける。あ、うん、8項だね。よし、まあこういう風にね、進行自体は結構簡単なんでね。ヒントがその都度出てくるんで。はい、じゃあちょっと考察的なこと喋りますかね。どうする。ね、なんだっけ。いや、もう忘れちゃったやん。いや、もうそうなるでしょ、忘れちゃうんだってこれ。あ、難易度選べる。はー、イージー。なるほど、バッチのレベルが変わるだけだよね。あ、選べないのか今は。そう、オープニングの段階で主人公がこう
デジャブみたいな感じだったよね。だから俺はこの主人公がもうすでに一回ゲームをクリアしてる人だと思うんだよね。で、まあなんかこう実は能力がもうすでにあった、その能力っていうのは時を戻せたりする能力っていう、なんかそういうなんていうのコンポーザー的なもうすげえ力でも自分忘れてるのか、まあ記憶が消されてるのか分かんないけど、でそれがふと蘇って今こうまたゲームに参加してるみたいな。いやー違うかな。だから同じような記憶があるし、で実はフレットは本当に死んだ過去があって、あ、分かった、まとまった。フレットは本当に死にました。で主人公のこの子はそのフレットを生き返らせるためにこのゲームに参加せざるを得なかった。でそのゲームにもう優勝というか勝って、で能力を手に入れた。でその能力を使ってフレットを生き返らせました。でそれが今でもう一回ゲームになぜか参加している。あーでもなんかちょっと面白いねその鮮度、うん、一回俺はもうすでに参加して勝ってると思ってる。これがまあ分かるとき来るといいけどね。おお、はい、ドキドキワクワク人の思考、これね、これを 前を見ることができた。集中だ。ドキドキワクワク10年ぶりの同窓会、あ、ドキドキする。初恋の人に惚れ直してたらどうしよう。くそ、女の子ってそういうとこあるからな。そしたら今の彼氏と別れる。お前ふざけんなよこのクソビッチが。クソビッチじゃねえかこいつは。俺ビッチはギャーギャーだからね。メンヘラメイクの女の子大好きやけど、地雷系メイクの女の子大好きやけど、クソビッチは嫌い。もう矛盾してるかもしれないけどね。ハチ公の方行くんだったわ。行くぞリンド。なんか地雷系メイクとかそういう感じのねえ可愛く見えちゃうんだよな。またこいついんな。スキャンするぞ。あー読めない。さあ気になりますね。まあこの子が、あそうだ、前作もそうだったっけ、こういうフードかぶってるやつがなんかあったよね、重要人物というかミッションくれるとかが。はい、言いたいことはわかる。はい参加者ゲーム初めて。そうだね。あーでさっきなんかチームって言ってたけど、チームによって順位があって、で一番下からどんどん抹消されていくって感じなのかな。よし、そういうことなのかな。まあ消えないように頑張りやっていってるね。消えても別にいいけど。はいこれ見て。何、はい、スクランブル交差点ね。裏に文字、ドクロの色を明らかにせよ。ドクロの色、ん、そういうこと。ドクロの色どこにあんの。ドクロ、そこは考えて図を見てよ。この縞模様、交差点だね多分ね。まあ、ABCD の順にスクランブル交差点を歩けってこと。あ、はい、スクランブル交差点そうだね。じゃあこの ABCD はなんだろう、場所。はいはいはい、色が分かったら戻ってきな。ドクロってその左下のやつかな。おー、謎解き始まりましたね。じゃあ早速、ここだね多分。調べる。 C の場所ここ。そうだね、ドクロはない、人しかいない。何もないだとしたらスキャンか。なるほど、やってみよう。集中だ。はい、俺の腕を見てくれ。あー入れ墨が入ってんのか。タトゥー、紫のドクロが怖いと彼女に言われたが後悔はしていない。だってシールだし。そういうことな。で紫のドクロってことは分かったと。なるほどだな。うん。他のとこにもあるってことか。あー他のとこにも4つある。なるほど。じゃあ次こっちか。あ、なんか幼女がいるよ。スキャンするぞ。テレビで見たやつだわ。ほう、渋谷なんてどうってことないよ。あ、この人は違うな。ん、いやでもこの人しかいねえぞ。あ、黄色だ。これですよね。なるほど、そういうとこもあんだね。ん、はい、標識黄色来ましたね。A が黄色、そしてん、こんな壁あったっけ。あ、行けなくなってるね。普通の人は通れてるみたい。おー、これはあれですね、まだ自分たちは気づいてないって感じか。だから普通の人とまたぶつかるタイミングがあったら、あれなんでだみたいになるのかな。あったよ上、このほらモニターのとこよ。これどうやって見るんだろう。
見て、上にあるんだよ、ほら。こっか。なるほど。この辺りが B。お、どこだ。ほら、大型ビジョンのとこ。これだね。あ、青。で次ちょっとね、さっきぐるっとカットして回ってたんだけど見当たんなかったんだよね、 C が。ん、あ、なんだ、こんなとこにあったのか。あ、 D だった。要は倒してからってことか。あれ、なるほど。いや、戦闘今回すげえ楽しいから、なんかあれだな、戦闘もっといっぱいしてって感じしてるわ。はい、スキャンスキャン、カモンドン。で、これは複数集めると多分なんかあるんだよね、バッチのリブートについて。あー、はいはいはい、これ前作はなんかそういう機能あったな。おーい、どっからでもかかってきな。いくい、落ち着いていこう。お、飛んでる敵だな、ちょっと厄介。あ、でも自分も飛べるのか、全然いいじゃん。じゃあほい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 、じゃあラッド、やるじゃん。いや、いいねいいねいいね。はいはい、こういうことね、コンボを継続的につなげていく、それも大事か。お、全部外した。おい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 、いいねいいね。あー、シングル来た。これでどうよ、まだないのか。おおおなんか撃ってたぞ今、説明なかったけどなんか撃ってた。まだ使うの早かったな。うまくやれたと思ったんだけどな。で、これでドクロが出るのかな。おお、ピンクだ。ダーグ、みんな読めてる文字俺もうパッパッパッと読んでちゃったけど、はい、ピンクですね。赤ドクロ、赤か。で、これで全部コンプリートだね。あ、メール通知きた。うわ、出た出た出た。ごきげんよう。あ、喋んないのかい。渋谷の民よ、石見渋谷のゲームは楽しんでるかい。シーバ、シーバさん。あ、うん、さっきのやつだね。早くも条件をクリアしたチームが出たようだ。かも、俺たち以外にもチームがあるんだな。まだのためは熱が足りない、もっと熱く。ターゲットを最初に仕留めた者が勝つ。それはお前かもしれないな。誘拐なんちゃら読めねえ。いや、最強チームのルーイン。へえ。まあ要は俺たちが番狂わせするってことか。頭とサイキックを駆使してトップを目指せ。そして今週の初登場のチーム名はリンドウさんのグループ。チーム名ねえからリンドウさんのグループだって。もう、あ、てか俺らだけなんだ新入りって。自己主張が強いな、リーダーリンドウ。いや、違う、名前つけてねえだけだよ。初期ネームね、俺これ。渋谷中にその名を届かせてみんなが触れるほどに、このシーバに熱を届けてくれよ。では、うん、微妙に熱いやつだね。熱いのかあいつ。おい、リンドウさんのグループってなんだよお前。なんだろうね、お前がつけたんか。おい、お前がつけたんかい。え、あ、グループ作りますかって聞かれたから、リンドウはとりあえずリーダーリンドウって、名前いじる前にバタバタしたからさ、デフォルトのまんま。やっぱそうですよね。初登場の2人組、渋谷代表、俺らもちょっと頑張っちゃう。まあ遊び感覚なら間違いないな。あ、スワローさん来た。なんかイベン、渋谷でイベントやってる、強制さんからって。なんだろうこれ。あ、やっぱそうか、強制さんからと思ってんだ。うんうんうん。で、返信は来ないね。ねえ、いやね、あの空にあったマークは絶対リンドウさんっぽかったんだよな。リンドウさんじゃねえや。リンドウさんになっちゃった。スワローさんだと思うんだよね。さあ、とりあえず今回はこの辺で終わろうかな、はい、やべえな、もう40分ぐらい経ってんのか。1時間があっという間だね。まあパート1ぐらいはちょっと長くてもいいか。報告、選択形式いきますか。あ、OK、合ってます。はい、正解。よし。お、エリア解放されました。だな、この前と同じだね。はい、ということでこの辺でパート1は終わりときましょうかね。